ヒメハコヨコクビガメは、ヨコクビガメかハコヨコクビガメ属に分類されるカメ。アンゴラ、コンゴ民主共和国南部、ザンビア北部最大高長12センチメートルと、ハコヨコクビガメ属のみならず、ヨコクビガメか及び、極形アモクサイ少主。種少名ノニスは、小さいのいで、和名や英名と、ほぼ同義。廃校は扁平で、上から見ると、 第8円パ板周辺で最も幅広くなる細長い卵型。第2から 4C パ板は平坦。後部円パ板の外円はノコギリ状に尖らず滑らか。廃校の色彩は褐色で暗褐色の筋模様が点在する個体もいる。蝶津外より全部のパ板は長く、左右の復興板の継ぎ目の長さの2倍以上。 左右の交換板の間には浅い切れ込みが入る。左右の交換板の継ぎ目の長さは、左右の交換板の継ぎ目の長さよりも長い。蝶次街はあまり発達せず、復興を折り曲げても、廃坑との隙間がある。復興の色彩は黄色で、外縁は黒い。頭部はやや小型で、分厚い。粉炭はほとんど突出しない。上顎は、先端が浅く凹む。 下顎にはあまり発達しないヒゲ状突起が2本ある。頭部の色彩は灰色で暗褐色の虫食い状の反門や黒い反転が入る。卵は長径2.8から3トル、短径1.5から1 7トル。アダンソン箱横首ガメの足としたりシノニムとして、無効とする説もあるが、分布が接せず形態の際が大きいことから、独立種とする説が有力。 湿度の高いサバンナにある地表やその周辺に生息する。繁殖形態は卵生。飼育下では1回に5個の卵を産んだ例がある。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。世界的にも流通例はほとんどなく、日本には2009年に初めて輸入された。ありがとうございます。